こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の8月4日を2時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は42.24ということで、まあ変わり映えしないんですけど、今日1日は少しずつ上がってきた感じですかね。はい。朝すごい1回下がってヒゲつけて、で、少しずつ上がってきてると。はい。で、日足だとちょっとね、もうここの線を下に抜けつつあって、で、この跳ね上がるときにね、土台としてこの辺りまで来ちゃうのかどうかってちょっと怪しいところですね。はい、ではツイッター見ていきます。はい、どうしてもね、カタリスト近づいているので、カタリストの話題になっちゃうんですけど、カタリストファンド10東京ミートアップ、こちら、いろんな方々のプレゼンの産業予約、まとめ記事と。これは一回紹介したんですけど、そこに簡単な当日の様子の解説動画を追付しましたと。まあ、当日の様子というよりも、一個一個のね、それぞれがどんな案件かというのをユータさんが説明してくれてます。なので、ぜひね、リンク貼っとくんでご覧になっていただきたいんですけど、この M ラボとかね、あと、この後に出てくる、クニーさんのところはまあみんな知ってると思うんですけど、このミンスワップとか、あと、ライトニングとか、ソーシャスは知ってるけど、まあ DC スパークがね、たくさん、案件出していて、まあそれがね、どんな違いがあるのかとか、まあそんな感じのあたりが、投票する人はね、全部投票する人はいいんですけど、やっぱ選んで投票するとすると、中をね、ある程度知らないといけなくて、で、そのためにはね、まあまずはね、さらっと、見るのがいいのかと思うので、ちょっとこのページを参考にしていただくといいかなと思います。特に開発やってるところはね、本当に500万エイダとか、そういうレベルでやってるので、500万エイダっていうと、このファンド自体が5000万エイダなので、1割なんですよね。だから本当に1割そこで、使うのというところがね、ぐらいはちょっと考える必要があるのかなというふうに思いました。ただまあ、プラットフォームをね、まず作らないとみたいな感じで、まあいろいろ考え方もあると思うので、はい、まあ私はね、その開発がわかんないのでちょっと辛いんだけど、まあ世界中の案件をまあ見れる人なんでそういないと思うので、まあ見れるとこ見て決めていくしかないかなと思います。はい、で、このイベントをやってくれたアキオさんの話もさっきの動画に出てきますけど、小玉さんの偽アカウントに気をつけてください。偽物と本物とのアカウントの違いと。偽物は左側、青い認証マークなし。ユーザー名の後ろにアンダースコア、青い認証マークありが本物ですということですので、ね、気をつけてください。はい、で、セバスチャンさんですね。6ニュープロジェクト、ジョイニングザパイマーエコシステムディスウィークということで、今週だけで、6個の、ね、プロジェクトがパイマーに参加してきたと。いうことですね。で、下に書いてるのが17の、国じゃなかった、企業が、ちょっとね、リーチしてきたというようなことだと思います。はい、すごい勢いですね。セバシアンさん、年内に50件は、巻き込みたいって言ってて、確か情報修正して100って言ってたような気がするんですけど、まあ、いずれにしても本当にその勢いでね、どんどん参加する企業が増えてきてます。はい、ムバラク・ショーゴさん、素晴らしいまとめをありがとうございますということで、シポさんが、先ほどのイベントですね、あ、すみません、アフリカのイベントですね、のまとめを出してくれてます。いろんな方がね、情報を発信されてて、まあ、シポさんはね、定番でいつも、見させてもらってます。はい、で、エマーゴが出しているこのアフリカの、報告書ですね。これが、まあ、現場では、配られたらしいですけど、まあ、PDF でも見れるようになっていて、で、その内容をさらにですね、しぽさんが、まとめてくれてます。こっちか。マーゴアフリカ、グローバルの現状、アフリカ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、エジプト、タンザニアと、エジプトという感じですかね。はい。PDF で読むもよし、こちらのまとめを読むもよしということです。はい、ちょうど広告で流れてきたトヨタなんですけど、トヨタの、方と話す機会があって、トヨタの方が、まあ、体のは知ってるよと、だけど、使おうとは会社としてね、全然思ってなくて、で、ハスキルなんてね、できる人も誰もいないし、みたいなこと言ってたので、ちょっとまあ一応ですね、検討の、比較対象にはね、入れといていいねって言って、ちょっと話をしておきました。はい、で、さっきのトヨタですけど、GR カップ、ポリゴン、マティックでデジタルトロフィー授与へということでね、はい、ポリゴンの使いますよということですね。
ドライバーの達成をブロックチェーンに記録、大手トヨタグループ企業、トヨタコネクテッドノースアメリカは、モータースポーツイベント、GR カップで暗号資産ポリゴンのブロックチェーンを活用してデジタルトロフィーを授与すると発表した。このトロフィーはドライバーの統計情報、上位獲得数、完走順位、ラップタイムなどが記録されることになる。情報はレースが行われる週末ごとに更新される仕組みだ。トヨタレーシングディベロップメントのコマーシャル責任者を務めるジャック・アーウィン氏は次のようにコメントした。GR カップシリーズではドライバーの体験を向上させ、レースのファンとのより良い関わりを可能にするテクノロジーを導入することができると考えた。ブロックチェーンはドライバーの達成を永続的にデジタルに記録し、彼らがそれを友人や家族、ファンと共有することを可能にする。また、レースのファンをパートナー企業に紹介する新たな機会も作ることができる。次回のレースは8月4日から6日にテネシー州ナッシュビルで開催されるビッグマシンミュージックシティグランプリが予定されており、ドライバーは彼のパフォーマンス記録に簡単にアクセスできるようになる見込みだ。なお、トヨタコネクテッドノースアメリカは、米テキサス州を拠点として2016年に設立されたソフトウェアエンジニアリングサとデータサイエンスの企業、車両からのビッグデータを活用して運転体験の質を高めるサービスを提供している。ブロックチェーン関連の動き。トヨタ自動車は2022年、知財管理ブロックチェーン技術を活用するデジタルトランスフォーメーションプラットフォーム、プルーフオブチェーンオブエビデンスの試験運用を開始している。また、トヨタ自動車が設立した米国シリコンバレーのベンチャーキャピタル、トヨタベンチャーズは2022年、二酸化炭素除去を目的とするブロックチェーン活用のマーケットプレス、ノリのシリーズ A 資金調達ラウンドに出資した。ノリは、米 VC の M13 が主導したこのラウンドで700万ドルを調達。トヨタベンチャーズはトヨタグループがカーボンニュートラルを目指す上で設立されたトヨタベンチャーズクライメットファンドより出資を行った形だと。はい、あと日産の話もありますね。まあ、他にも、鈴木とかもなんかやってたような思いがありますし、まあ、こういう普通のね、誰でも知ってる製造業が使うようになると、だいぶね、一般の人でも認知するようになるのかなというふうに思います。はい、では値段に戻りまして、42.06 円ですね。はい、14,012.9×42.06 06で元本が10万円ですので、計算しますと、48万9383円のプラスということになりまして、はい、489% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。